ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月16日、東京都内で日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムを、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてをテーマに開催しました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、被害者ご家族の方々の声等を伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催したものです。まず第一部として、中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式が行われ、最優秀賞受賞者による作文の朗読、新潟市の拉致現場視察の感想発表が行われました。続いて第2部として、本年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットの活動報告を行うとともに、この中学生サミットで中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画を上映しました。第3部では冒頭に今月14日に就任した林拉致問題担当大臣兼内閣官房長官が挨拶を行い、これに続いて拉致被害者ご家族の拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただきました。さらに有識者から朝鮮半島を取り巻く情勢の変化についてご講演いただきました。本日は本シンポジウムにおける林拉致問題担当大臣兼内閣官房長官の挨拶をご紹介します。本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間、政府主催、拉致問題に関するシンポジウム、ここに多くの皆様をお迎えして、またオンラインでもご視聴いただいているということで誠にありがとうございます。本日のシンポジウムでは第1部第2部で若い世代の啓発の取り組みの成果をご紹介させていただきました。私自身も大変心を打たれるところでございました。この第3部では拉致問題の実態と、そして被害者ご家族の思いを知っていただくために、被害者ご家族にご登壇をいただくほか、国際政治安全保障の専門家でいらっしゃいます、私も長い間お付き合いいただいております神保健慶応義塾大学教授に、朝鮮半島を取り巻く情勢の変化についてご講演をいただきます。2002年に5人の拉致被害者がご帰国をされて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現していないということは痛恨の極みであり、政府として重く受け止めております。本日このシンポジウムに先立ちまして、ご家族の皆様と意見交換をさせていただきましたが、ご家族の皆様と幾度
とお会いする機会に、肉親のとの再会を待ちわびる痛切な思いを直接伺い、一刻の猶予もないと切迫感改めて感じておるところでございます。拉致問題は岸田政権の最重要課題でございまして、時間的制約のある一時も揺るがせにできない人道問題であるわけであります。その解決には日本国民が心を一つにして、そして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示す、これが重要であると考えております。拉致問題は決して過ぎ去った事件ではなくて、今なお被害者が自由を奪われ、ご帰国できない状態が続いている現在進行形の問題であります。このことを国民の皆様にぜひご認識をいただきたいと考えております。この点でこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発が特に重要な課題と考えております。先ほどの第一部では、作文コンクールで入賞されました中学生高校生の皆さんの力強い発表に大変感銘を受けました。またこのシンポジウムに先立ちまして、将来教壇に立つことを目指して拉致問題のこの模擬授業に取り組んでこられた岡山大学の学生の皆様と車座対話を行い、有意義なご提言をいただいたところであります。ご家族の5人の皆様がご帰国したのが自分の生まれる前だったというお話を聞いて、まさに本当に若い世代に対するこの触れていただくということがいかに重要かというのを改めて感じたところでございます。若い皆様、今日ご参加をいただいている若い皆様にも感謝申し上げます。そして第2部でございますが、8月に開催した拉致問題に関する中学生サミットの成果物として作成した広報動画、大変よくできておりました。ご紹介させていただきました。このサミットですが、全国から集まっていただいた中学生の皆様に拉致問題について学ぶとともに、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分ごととして考えてもらうためにはどうしたらよいのかと、こうしたことについて議論を行っていただきて発表してもらうということを目的といたしまして、本年度からの新たな取り組みとして開催をさせていただきました。こうした動画、これも広報に活用しながら、中高生そして大学生等を対象とした事業、これを展開いたしまして、若い世代への啓発に力を入れてまいりたいと考えております。拉致問題の解決に向けては国際的な支持や協力を得る、これも極めて重要でございます。岸田総理は G7 首脳会合、日米韓首脳会合も含め各国首脳との会談の際には、拉致問題の即時解決に向けた支持を働きかけてきておられます。私自身も本年9月まで約2年間外務大臣として、各国との外相会談との機会に拉致問題の即時解決に向けた理解と協力、これを直接求めてまいりました。日朝間に存在いたします不信感、これを打ち破って双方にとって明るい未来を描くためには、我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築する、これが極めて重要になります。総理直轄のハイレベルで協議を行って、早期の首脳会談実現に向けた環境が整備されるように、総理の指示の下で政府一丸となって取り組んでまいります。国民の皆様の声の一つ一つ、それらがさらに広がってより一層大きくなると、そのことがこの拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。本日のシンポジウムでも先ほど申し上げましたような若い世代に向けた取り組み、ご紹介させていただきました。引き続き国民の皆様のご支援とご協力を賜りながら、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、政府一丸で全力で取り組んでまいります。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、
よろしくお願いします。2023年の北朝鮮の核兵器、ミサイル開発というものを振り返ってみますと、いくつかの注目点があります。まずミサイル能力の改善向上ということになりますが、今年北朝鮮のミサイル発射は昨年に比べて減少いたしました。しかし主として発射された短距離弾道ミサイルというものが、実験から訓練に段階が引き上げられたということもありますので、脅威がやはり増大していると言っていいかと思います。長距離の ICBM 大陸間弾道ミサイルについては発射が3回発射が行われました。それすべてが高角度といいますか、ロフティッドと呼ばれる発射形態で行われたわけであります。しかしそれで通常の角度に戻してみればですね、やっぱり射程距離が伸びたと、1万5000キロメートルまでは飛ぶんではないかというと、確実にアメリカの本土東海岸まで到達するという飛距離を、射程距離を持つに至ったということが言えますし、また燃料も固体燃料に切り替えているというふうに考えられております。その分では能力が向上したということが言えます。しかし重要なことはですね、まだ北朝鮮の ICBM は完成はしていないというふうに見られることであります。大事なことはやはり日本の上空を越えて太平洋に着弾する形の発射実験というものが、実は北朝鮮にとっては絶対に必要だと言っていいということになろうかと思いますが、なぜならばそれをやらないで安定した再突入の技術、リエントリービヒークルの技術というものを確立できないからでありまして、その再突入の技術が確立されなければ、安定した、ICBM だと完成したとは言えないからであります。昨年の12月20日に、キム・ヨジョン朝鮮労働党中央委員会の副部長は、談話を発表した中でですね、この太平洋に向けた ICBM の発射実験について触れまして、直ちにやってみれば分かることであり、直ちに見れば分かることではないかとという言い方をいたしまして、太平洋に向けた ICBM の発射実験の可能性というものについて、示唆をいたしました。非常に曖昧な表現ではありましたが、示唆をしたと言っていいわけでありまして、しかしそれから1年、経ったわけですが、もちろん北朝鮮は太平洋に向けた発射実験は、やらなかったということであります。それをやることで、すなわち ICBM を完成させるということになりますと、アメリカの非常に強い軍事的な反発というものをもたらす可能性がありますので、北朝鮮はその点を非常に強く懸念していると言っていいわけですし、そのことが今年も再確認されたということになろうかと思います。普通 ICBM で完全な抑止力を持とうとするならばですね、最低でも50発以上の ICBM が必要だとよく言われますが、そうしますとその条件を考えてみれば、北
北朝鮮にはそれは不可能だということになろうかと思います。ICBM を従って完成させる、ということは大変危険だし、実際その ICBM を完成させても対米、抑止力は持てないということになるので、その手前のところで、やめているというのが今の北朝鮮の現状だろうというふうに思います。一方、核兵器の能力向上という点につきましては、これは4秒に建設中であった軽水路が完成をして、試運転の段階に入っているということが確認をされました。12月21日に IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長がその点を認めた発言をしたわけであります。それはもちろん国連安全保障理事会の決議に違反する行為であります。しかし、より重要な脅威ということになりますと、今後兵器級のプルトニウムを増産することができるようになる、そういう可能性が出てきたということになりますので、我々に対する脅威は増大するということになります。とりわけ、今短距離弾道ミサイル開発というものに力を入れている北朝鮮は、その短距離の弾道ミサイルをすべて核ミサイルにするという可能性が出てきたということになりますので、韓国に対する脅威というものは非常に増すというふうに考えていっていいかと思います。このように現在北朝鮮は韓国に対する、いわば核抑止力の開発というものに力を入れているけれども、アメリカに対してはですね、完全な抑止力というのは ICBM では持てない、やはり SLBM 潜水艦発射型の弾道ミサイル、核弾道ミサイルが必要で、それは原子力潜水艦が必要になるということでありますので、まだまだ時間がかかるということが今年確認されたことであったかと思います。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。